さまざまなヒーローをプラモデル化してきたフィギュアライズスタンダード。そのシリーズからウルトラマンスーツダークロプスゼロが登場。今宵はこのウルトラマンスーツプラモをレッツクラフティン。どうもこんにちは、クラフターです。今回ご紹介するキットはこちらだ。フィギュアライズスタンダードウルトラマンスーツダークロプスゼロということで、ヒーローものですね。往年のウルトラマンを現代風になんだかいい感じにかっこよくした、そういったキットとなっております。こんなフォルムなんですね。鎧武者みたいな。これまでのウルトラマンののべっとした感じもいいですが、ゴツゴツとしたメカっぽい感じのデザインもかっこいいですね。別売りの LED ユニットを使うことでカラータイマーを光らせることもできます。では箱を開けていきましょう。はい、少ない。なんかパーツ少ないですね。これちょっとランナーの袋の数を数えてみましょう。1、2、3、4以上。そして説明書ですね。ランナーを机の上に並べてみました。やっぱり少ない。しかも一つは台座のランナーですからね。こちらはクリアーパーツの台座ですね。これ嬉しいな。いろんなポージングが思いのまま。そしてこちらが外装パーツ、メタリックな感じですね。そしてクリアーパーツが2つ、マーキングシールが1枚。こちらは水転写式ではありません。ホイールシールが1枚。ちょっとこのシールを見る限りでは非常に塗り分けが難しそう。それでは早速作っていきましょう。まずはタミヤさんの先細薄刃ニッパーを使ってパーツをランナーから切り離していきます。続いてこちらのアルティメットニッパーを使ってゲート跡を2度切り。外部走行のパーツはほとんどアンダーゲートですね。なので非常にゲート跡が目立ちにくいというか、ピンボケだな。ちょっとこんな感じで内側にゲート跡があるんで、はめ込んだら目立たないですよね。ブラウンのパーツもアンダーゲートが多めです。この辺のパーツはゲート跡が目立ちそうなんで非常に嬉しい。フレームのパーツは普通のゲートですね。なのでがっつりこのようにゲート跡が見えちゃいます。ゲート跡の2度切り完了。そしてランナーくずはこのようになってます。これをハンディクリーナーでお掃除。響き渡るエキゾーストの音。ヘアピンなのに減速しねえ。何考えてやがる。とりあえず仮組みしてみました。この時点で非常にかっこいいですね。人間が着込んでいるという設定なので、それほどスタイルがいいっていうわけではないですね。ちょうどいい足の長さと言いましょうか。頭も少し大きめです。いや、ご覧ください、このディテール。前も後ろもこの首の後ろあたりもかっこいいですね。これはちょっと期待できそうだ。では表面処理していきましょう。今回はメタリック塗装を施しますので、ヤスリの番手も1200まで使います。通常の艶消しだったら600番とか800番で十分なので、その分ヤスリがけが大変ってことですね。いつも使っているリタックスティック、これを400から1200番まで。そしてマジックヤスリ、曲面のヤスリがけに使います。そして紙ヤス、あとは細かいヤスリも用意しました。これプラ板にヤスリが貼ってあるんですよね。あとは細かい金属ヤスリなど、棒ヤスリも使います。ヤスリがけをしつつ、こういった溝は BMC タガネで掘り直します。これをやっておくと墨入れした時のディテールが素晴らしく良くなるんですよね。このキットはご覧の通りリベットモールドがたくさんあります。ただし非常にぼんやりしているので、こちらのドリルビットを使ってはっきりとした穴にしていきましょう。元のモールドのサイズに合わせてドリルの口径を選んで、このように穴を開けていきます。貫通させないように注意。ちょっとリベットモールド多くないですかね。これめちゃめちゃ穴開けないといけない。ご覧の通り前腕部にはしっかりと合わせ目が入っています。これは合わせ目を消していきましょう。こちらのミスターセメントスーパーパワーを慎重に流し込みます。そしてグッと押さえる。接着剤が乾いたら一面一面丁寧にヤスリがけをしていきます。
こちらは膝とすねのパーツ。このパーツは難しいですよ。ふくらはぎに思いっきり合わせ目が入ってますね。なのでこの膝のパーツを後はめ加工しないといけないんですね。まずは分解して膝関節の部分のクリアランスを取るために少しヤスリがけしておきます。そしてこれが膝関節、思いっきり肉抜き穴があります。そして後はめ加工をするために切り込みを入れます。見えない位置に入れないといけないので、このようにちょっと測って目印をつけておきましょう。ニッパーでカット。こんな感じになったのを後ではめ込むわけですね。こんな感じに。ゆるゆるやな。しかしとりあえず接着剤でふくらはぎの合わせ目を消しておきます。はい、そしてグッと押さえる。この膝関節は猛烈に大変です。なぜかというと、この溝一個一個に綺麗にパーティングラインが入っちゃってるんですね。なのでこれを紙ヤスリで一個一個消していきます。もうね、これはすごい大変な作業ですよ。そして肉抜き穴はこちらの UV 接着パテで穴埋めしてみました。しっかりとヤスリがけして平面を出します。こんな感じ。平面のままだとおかしいので、反対側同様溝を掘り込んでいきます。アングルが悪すぎる。ほんと下手くそでごめんなさい。こんな感じですね。細かく一本ずつ掘り込む。左右のバランスをチェックしながら掘り込んでいきます。処理が終わったら超音波洗浄機で一度洗浄します。オシャンティーな感じでスローモーション。イエス、オーイエス、スプラッシュ、ファンタスティック。プラマ系 YouTuber の方みんな超音波洗浄機の動画上げてるんですけど、これクラフター的にはギャグでやってたんですけどね。山善さんの食器用乾燥機で乾燥させました。オードブルみたいになってます。持ち手棒をつけて塗装していきましょう。やっぱパーツ少ないな。下地を塗装していきましょう。フレームにはメカサフスーパーヘビー、そしてメタリックにはサーフェイサーエボシルバー、ブラウンのパーツはサーフェイサーエボパステルピンクを使用します。まずはメカサフ。この膝のパーツちゃんと綺麗に塗れるんでしょうか。楽しみ。おお、なんか予想以上にいい感じになりましたよ。お次はシルバーサフ。こんな感じ。ピンクサフは初めて使うんですが、どんな感じになるんでしょうか。ハンドピースに注いでいきます。色は薄めですね。ブラウンのパーツにピンクサフを吹きかけていきますが、動画で見るとなんだか白っぽいですね。完成。改めて塗装していきましょう。使う色はたったこれだけ、3色です。ブラウンとスーパーシルバーとウイノブラック。ブラックはスーパーシルバーにちょっと混ぜるために使用します。この塗装の時に色がどんどん変わっていくの、本当に何度やっても楽しいです。1度目の塗装完了です。塗り分けのためにマスキングしていきましょう。マスキングテープを出して、そして短冊状にカットします。このキット曲線が多いので、曲線対応の伸縮するマスキングテープを使います。ちょっとビニールテープみたいな感触ですね。細かくて曲線にきれいに貼れない場合は、大きめに貼ったマスキングテープをデザインナイフでカットして、そしてそれをこのようにペリペリペリっと。うまく貼れましたね。ウエストの部分のパーツなんですが、ここの塗り分けがエグすぎる。これはやってられないな。ちょっと筆塗りに変えようと思います。ラッカー塗料で筆塗り。なぜエナメルを使わないかというと、後でウェザリングするからなんですね。しかしラッカーの筆塗りは難しい。もうムラだらけだよ。こちらは膝のパーツ。もう何と言いましょうか、自分の予想よりもはるかにうまくいきました。やったね。マスキングした箇所を塗り分けていきます。これは上腕部ですね。頭部のグレー部分も塗り分け。ここは慎重に行きたい。足のすね部分の塗り分けです。このマスキングはとても大変でした。全部 R ですからね。完成。マスキングテープを剥いていきましょう。頭部パーツ、これは失敗したくない。どうでしょうか。
はい、こんな感じ。これはかなりいいんじゃないでしょうか。首パーツの塗り分け、そして一番の難敵、すね部分ですね。ここがどうなっているのか見ものです。おお、これはいけるか。こんな感じになりました。個人的には満足できる仕上がりです。円形部分には配給パーツさんの円形マスキングを使うと、こんな感じで簡単に塗り分けできるんですね。このキット別売りの LED をボディに仕込むことで光らせることができます。ただ LED を持ってなかったので、こちらはなんとパーフェクトグレードアンディシドガンダムに付属してた LED ユニット、こんな感じで光ります。ただアンリーシュドガンダムに付属してたやつなんで、 LED の光加減が非常に多彩です。ちょっと取り付けてみましょう。さて、どんな感じで光るのか。ボタンを押して、おお、これはなかなかいいんじゃないですか。これ、おお、すごいすごい、これいいですね。はい、そしてデカールを貼っていきます。デカールを貼り終えて完成かと思いきや、今回はここでは終わりません。重厚感を出すためにここからウェザリングしていきます。使うのはこちらですね、ミスターウェザリングカラーグラウンドブラウン。瓶をよく振って塗っていきましょう。まずはキャップを外して、これ墨入れ塗料みたいに筆がついてるかと思ったらついてないんですね。はい、別に用意した筆を使って塗っていきます。初めてなんでやり方が全然わかんない。これでいいのか。ペタペタ塗っていきますが、これでやり方合ってるんだろうか。なんかすっごい汚れましたけど、いや、もう真っ黒ですけど、これでいいんでしょうかね。顔面も豪快にウォッシングしていきます。多分こんな感じの溝のやたらと多いパーツはすごいいい感じに陰影がつくんじゃないかと思います。この隙間にしっかりと塗り込んでおきましょう。どこでドロンク遊びしてきたんっていうぐらい真っ黒に汚れたパーツの皆さん、これを小1時間ぐらい放置しておきます。はい、1時間ぐらい経ちましたんで、拭き取っていい感じのグラデーションを作っていきましょう。もう綿棒を使ってると綿棒が何本あっても足りないので、キムワイプっていうペーパーを使って拭き取ってます。このキムワイプっていうのは普通のティッシュペーパーと違って全然ホコリが出ないんですよね。なのでこういった塗装作業にはうってつけのペーパーとなってます。溝の内部にウェザリングカラーを残しつつ外側を拭いていく、微妙な陰影をつけることが可能です。何これ、楽しい、すごい楽しい。これ専用の薄め液を使わずただ拭いただけなんですけど、結構綺麗に拭き取れるもんなんですね。ウェザリングも終わってここで完成かと思ったんですが、とんでもない事件が。なんとこの頭部の内側のパーツ、これをなくしてしまいました。これがないとどう考えても完成しません。このままでは終われないということで、もう一つ買ってきました。早速箱を開けてパーツを抜き取りましょう。どのパーツかというと、このパーツですね。このパーツたった1個。まあ残ったパーツは今後改造とかで使っていきたいと思います。カットして、穴開けて、ヤスリかけて、塗装して完成。顔をはめるとこうなります。やっば、めちゃくちゃ活かす。できました。はい、ということでやっと完成しました。なかなかに大変だった足のパーツです。こんな感じで後はめをするわけなんですが、このままつけても多分スカスカ。なので緩くなったガンプラの関節を復活させると話題のパーマネントマットバーニッシュっていうのを使います。よく混ぜとかないと効果がないのでしっかりと振ります。ちょっとだけ出して、ヘラで関節に塗り込む。軸側にも塗っておきましょう。しっかりと乾燥したら関節をはめ込みます。おー、いい感じですね。もう片方の足もゆるゆるだった関節がこんな感じで復活しました。パーマネントバーニッシュいいかも。いや、しかしウェザリングというか、ウェザリング風墨入れというんでしょうか、なんか予想以上にいい感じになりましたね。組み立てていきましょう。このボディも
いや素晴らしい。もともとの造形がリアルなので、ウェザリングすることによってさらに臨場感といいますか、この迫力が増しましたね。 LED ライトを試してみましょう。この後ろのボタンを押してどんな感じに光るんでしょうか。胸の部分は結構目立つんですが、目の部分がちょっと見えづらい。影にするとこんな感じ。おお、いいな、これいいですね。では足を取り付けて、左足もここは傷を入れないように慎重に。腕の取り付け、肩関節はボールジョイントです。ちょっとはまりにくいですね、塗装したので。これは危険か。一度ボールジョイントをヤスリ掛けしました。この辺の摩擦をちゃんと考慮に入れておかないと、無理に曲げてボキッと折れる時がありますからね。腕を取り付けて、ウルトラマンスーツダークロプスゼロの完成です。クラフタチャンネル。フィギュアライズスタンダードウルトラマンスーツダークロプスゼロアクションの完成です。ミスターウェザリングカラーグランドブラウンを使って汚しを入れています。アップで見るとこんな感じ。ウェザリングのおかげでシルバー部分が重厚感のある仕上がりとなっています。ポージングも多彩です。こんな感じで人間らしい柔らかいポーズを取らせることもできるんですね。しかしめちゃめちゃ強そうやな。槍のような武器も付属してます。持たせるとこんな感じ。武器の名前はちょっと分かんないです。肩関節が柔軟なので、こういったポージングもできます。微妙にしっかりと組めてないところがミソです。じゃあ最後に背中のスイッチを押して LED ライトをつけてみましょう。付属のパーツでボタンを押してつきましたね。ちょっと電気を暗くして確認してみよう。はい、こんな感じですね。胸のライトはよく見えるんですが、目の部分、ここがちょっと見にくいというか、本当についてるんだろうか。いや、ついてますね。でも目立たないな。はい、というわけで今回はフィギュアライズスタンダードウルトラマンスーツダークロプスゼロアクションを全塗装してウェザリングで汚してみました。前回前々回に続き、今回もガンプラではありませんけど、もうかれこれ1ヶ月ぐらいガンプラ作ってないですね。でもこのウルトラマンスーツ、これは予想以上にかっこいい。今後も定期的に作っていきたいと思います。そしてウェザリングカラーでの汚し、これがまたいいですね。これも本当予想以上の仕上がりになりました。皆さんもよろしければウルトラマンスーツのプラモデル作ってみてはいかがでしょう。今回ご紹介したキットやツール類に関しては動画の概要欄に載せておきますので、よろしければどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。